シンプルな質問、一番儲かる仕事は何ですか？何なんだよそれ。これさ、この講演会聞き、この本を読んだのか。しょうがないじゃん、それ聞きたいって言ってんだから。読んでないでしょ。だってそれ聞くために3000円払ってんだからいいじゃん。一番儲かる仕事は何ですか？何なんですかね、うん、もし今フリーハンドで、なんだろうな、あらゆるバックアップがなくて年収250万ぐらいでコネほとんどなくて仕事し始めてるとしたら、一番儲かる仕事って何ですか？何をやるかによるんじゃないですかね、うん、いや僕だから努力したら何だって儲かると思うんですけど。努力しても何だって。じゃあまず普通の仕事で地道に稼ぐところから始めて儲かるにこうチェンジしていくの？うん、なんか別にだから儲かるのが、うん、儲かりたいんだったら別に簡単っすよ。はいはいはい。な、何やったっていいんだから、うんうんうん、じゃあ例えば、うん、そうだね、昔は男は佐川、女はソープって言われてましたもんね。あ、はいはいはい、はい、それと女の子だったら水商売が一番いいんじゃないですか。そこ水商売行けばいいし、うんうん、まあまあソープランドだったら、うん、まあ結構大丈夫ですよ。化粧して、うん、でプチ整形して、うん、はい、ちょっとぐらいプチ整形すれば、うん、まあ大丈夫ですよ。ちょっと暗いところだし、はいはい、暗いところやりたい盛りの男は来ますから。女の子の場合はそれがあるわけですね、うん、あの若い子だったら、まあ若い子って言っても30代ぐらいまで全然大丈夫ですね。男だったら佐川、ね、まあ昔は佐川急便って言われましたけどね。はいはいはい、佐川儲かるそうですよね。佐川に行ってセールスドライバーでとにかく足で稼ぐ。はいはいはい。佐川急便ですあのしましまのジャージ着て、はい、あの元気にしてれば、はい、あの大体大体も大体いいです。じゃあもう一番、いやいや、それでもいいし、はい、別にないよ。だからもう僕からしてみれば、じゃあ年収250万が年収1000万になるためにはどうしたらいいですかってよく聞かれるんだけど、そんなん別に佐賀行ってもいいし、そうブランドで働いてもいいし、うん、まあちょっと可愛い子だったらね、うん、あの西麻布のガールズバーで働いてもいい、うん、いいし、そんなんでも別にすぐに年収1000万いけますよ。だけどまあちょっと疲弊して、まあ女の子によるんだけど、ちょっと、そういうね、儲かる方法だったらみんな分かりそうなものに、なんで一番儲かる仕事は何ですかって聞いてくるんだろうね。多分、ホリエモンだったら何か一番儲かる仕事を知ってるんじゃないかとか、今思いついてるんじゃないかっていうふうにみんな考えてんじゃないの？うん、いやだから僕ほらいくらでも思いつくじゃないですか。僕のメールマガジン読んでたら、はい、うん、儲かる仕事なんかいくらでも紹介してますよ。はいはいはい。ついこの間もなんか僕のね、お寿司を一人10万円で食べる会みたいな。はいはいはい。10万円かける10人で、しかもなんか前日ドドキャンが一人だけあって、うん、当日募集したら来ちゃった、うん、ちゃんと10人埋まったっていうイベントで、うん、そこに来てたアフィリエーターの人が面白かったです、うんうん、その人は情報商材とか売ってるアフィリエーターじゃなくて、うん、割かしまともな商品を売って、うん、年収月収150万だった、はいはいはい、でもその前の月は何かで何かひらめいたんでしょうね、うん、なんか年収月収20万ぐらいの人がいきなり月収150万になったって言ってましたね、はい、で、いやなんか教えてくださいよやり方っつって教えたら大体連絡来なくなるって言ってましたね。なんで連絡来なくなるかって言うと、儲かるようになったから連絡来なくなるって。おだ、その人のメソッドでやると、うん、150万儲かんじゃないですか。わかんないですよ、わかんないですよ、うん、本人はめっちゃ簡単なことなんですけどねって言ってましたね。で、儲けること自体はそんなに難しくない？うん、うん、難しくないです、難しくないです。でもその方法を人に聞いてる段階でちょっとしんどいですね。うん、いや全然それはしんどくないです。あの、それは別に聞くのはいいです。聞くのはいいんで、あとやるだけじゃないですか。ほうほうほう。でやって失敗するかもしれないけど、またやればいいんじゃないですか、うん、でまた失敗するかもしれないけど、またやればいいんじゃないですか。そうするとなんかすげえノウハウがついてくるっぽいですよ。あの人なんかすごいじゃないですか。あの誰だっけ、ブックオフコーポレーションの元社長、はい、今何やってるかご存知ですか？知らない。今あの俺のイタリアンとかやってるんですよ。ああ、あの人、はい、そうです。俺のイタリアンとか俺のフレンチやってる社長はもともとブックオフの創業者なんですけど、その前は結構失敗してたらしいですよ。多分なんか ブックオフでなんか目覚めたんじゃないですか。ブックオフで目覚めて、俺のイタリアンとかで、あの原価6割とか7割とか、飲食店ではありえない高原価率で、1日何回転もさして、儲けてるっていうビジネスモデルですけど、今でもそうなのか知らないですけど、
俺のグループにシェフを紹介すると600万円とかもらえるらしいですよ。700万円あ、これもだから儲かる方法、うん、だろ、あの俺いいシェフ、いいシェフを見つけて俺のグループに紹介。そう、俺のイタリアンとか俺のフレンチで働いてるシェフって有名店のセカンドとかサードのシェフらしいんですよ、うん、だ看板じゃなくて2番手、うん、3番手のシェフ、うん、結構レベルが高いんですけど、そこに その人たちを高額ギャラで引き抜いてでぶっ込んでるらしいんですけど、まあ、だから要は腕もそこそこだし、うん、あの食材もいいの使ってるから、あの美味しいのがすごく安く食べられるっていう業態なの でそのいいシェフの確保っていうのがすごく彼らにとっては至上命題なので、あの600万700万くれるらしいです。アフィリエイトですよね。だからある意味アフィリエイト。だから知り合い今ちょっと転職してもいいかなと思ってるシェフがいたら俺のイタリアンにぶっ込めばいいんじゃないですか。堀江さんがこの金に執着するお前の生き方を変えてやるって本を書くのは、お金儲ける方法だったら別に思いつくからなの？いや、思いつくし、いくらでもあるんですよ。うん、いくらでもあるんですけど、その、まあ、うん、儲けるためにちょっと努力したりとか、うん、結構時間かけたりとか、なんか苦しい思いしたりとかしなきゃいけない ところもあるわけじゃない。はい、例えば女性がソープランド行ったら、やっぱ体売って、ってやっぱこう嫌だし、うん、なんか精神的にも疲弊してる子がやっぱ多いわけ、風俗嬢の子とか、うん、さっきソープ嬢勧めてたじゃん。いや勧めてたんだけど、いやそれ儲ける方法を知りたいって言うからさ、うんうん、いや別に儲ける楽して儲けるとか精神的に楽して儲けるとか、うん、楽しんで儲けるとは僕は言ってないですから、ね、はいはいはい、そんな方法なんかいくら世の中いくらでもあるわけ、いくらでもあるわけ、やるかやらないかなそれは、うん、だけどもっと楽しんで人生の質を上げていって、うん、楽しく暮らそうよって言ったら別に金に執着する必要はないんじゃないのっていうことがこの本のテーマなわけじゃないですか。よく聞かれるのがさ、その楽しんで生活するにもまずお金が必要でしょとか生活費が必要でしょっていうふうにもうツイッターであれなんであれバンバン聞かれるよね。聞かれますね、うん、はい、僕ビールもらってもいいですか。一個一杯飲みました。もうどんどんあのエンジン回しましょう。はい、はい、いやいやでも本当にな、あれはやっぱりそのみんな生活費とかを稼いでその余裕で好きなことしようってやっぱ思ってるからですよね。いや多分ね、皆さんこう周りのことをすごく気にしてきてるわけですよ。だからこう他人とに対してこう恥ずかしくない暮らしがしたいとか、家を買いたい、車を買いたい、いい洋服を買いたい、高いレストランでご飯を食べたいとかっていろいろ思っているわけじゃないですか。でもそういうのを一切消すと意外とそのミニマムな生活ができるわけですよ。でミニマムな生活ができる要つまり生活生きていくためにお金が必要かっていうと実は今必要がない、うん、と思います。堀江さん前10万って言ってましたっけ。大体、うん、10万あったら全然生活できると思う。実はミニマムな金っていうのが、はいはい、うん、つまり年収120万っていうのがあれば、うん、別にミニマムな生活できるし、今の現代のミニマムってネット時代だから、うん、ミニマムって言っても知的にはものすごいつながりも持てるし、うん、いやだってほら、うん、携帯あのネットに接続する、ね、あの料金だって別にタダで接続するできるところだってあるし、うん、なんかネット接続付きのシェアハウスとかで、はい、家賃めっちゃ安いところあるし、はい、もしかしたら家賃だってあのこれね多分対人コミュニケーションスキルの問題なんだと思うんですけど、うん、その居候を求めてる人って結構いたりとかするんですよ ね、うん、実は僕ん家も居候いました昔、うん、うちの今会社の社長やってるやつなんですけど、うん、そいつは多分3年ぐらい六本木ヒルズに居候してましたけど、俺も前居候飼ってた一人で、はい、うん、でやっぱそいつは掃除できてご飯作れたから、うん、もうそういう男一人いるとやっぱり便利は便利ね。そうなんですよ、うん、あのそれが女の子だと本当にあの同棲みたいになって面倒くさく精神的にこうぐっちゃぐっちゃしちゃうんで、うんうんうん、男だとそういう風にならないから楽なんですよね、うんうん、多分だからそういうニーズは実はあるんですよっていう、はいはいはい、まあ、僕のその知り合いもそうやって居候を飼ってた人って僕多分何人も知っていて、うん、じゃあそいつが何だったかっていうと、まあやっぱ対人コミュニケーションスキルがこう結構強いというか、うん、いやでもそれもみんながじゃあいやそういう人はコミュニケーション能力があるんでしょっていうふうに言ってくるけども、うん、僕飼ってた居候はそんなね対人コミュニケーションスキルがあるんじゃなくて、うん、何でしょうね、発売日にジャンプ買ってくるの忘れないとかね。そういうの大事ですよね。そういう程度のちょっとした心遣いと、あとなんか一番近所で安いパ
パスタ売ってるとこ知ってるとかね、まあ、その程度のことだったけど、それで十分だったもん、そう、居候としては。だからそういうニーズ。そういう生き方もあるから、うん、決して、なんだろうな、一人前にお金稼いで、家賃とか生活費を全部自分出すことが最低限の条件って思わない方がいいわけよね。うんうん、それは、意外と、何歳になっても実はそれができたりするんですよ、うん、多分。言えてるね。うん、なんか逆にこう、金を稼ぐことに執着しちゃうと、うん、それがちょっとなんかちょっとおかしな方向になっちゃうっていうふうには僕は思います。僕はうん、まあ例えば学生の頃とかって、要は僕は多分そのお金持ちのイメージがすごいついてるから、うん、僕何言ったってなかなか変わらないんだけど、うん、ゼロって本書いてもなかなかやっぱりこう世の中のイメージって変わんないんですけど、僕例えば旅行とか行きたかったらヒッチハイクしてたんですね、学生の頃は。うん、まあ非常に単純な話なんですけど、うんうん、で、ヒッチハイクも、だけど、その、なんていうのかな、こう、ヒッチハイクに対するイメージとか、そういうのも固定化しちゃってるわけですよ。ヒッチハイクするって言ったら、どうやってやります？ヒッチハイクってあれじゃん、段ボールに行き先書いて、そう。道路でこう出して。アホでしょ、うん、そういう、そのステレオタイプ。ほう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 。うん。なんで、そうなの、うん、っていう。はい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 。親指立ててとか、はい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 、こうもうヒッチハイクって言ったらそれなんですよ、うんうんうん、だから僕電波少年で有吉がヒッチハイクしてるの見て、うんうん、アホかと思ったわけ、うん、僕あの以前なの、はい、ヒッチハイクしてたのが、はい、電波少年で彼らが猿岩石がヒッチハイクしてる前から僕は、はい、あれもう若い子たち多分知らないと思うんだけど、うん、今をときめく有吉は、うん、元は猿岩石っていうグループをやっていて、電波少年って番組で、いやいや、そこ巻いてこ、世界ヒッチハイクやってたんですよ。はいはいはい、ググってほしいんですけど、うん、でそれで僕らがやってた手法は、うん、ものすごい先進的で、僕はまずパーキングエリアに行くわけ。パーキングエリアまで歩いたりとか電車で行くわけ。はいはいはい、例えば東京だったら港北サービスエリアとかに行くわけ。はいはい、サービスエリアね、高速の。で、裏のあの通用口から入ると、はいはい、車がいっぱい止まってるわけよ。はい、だこんなことやんなくても、こんなことやんなくても、車はいっぱい止まってるわけ。はい、200台とか止まってて、うんうんうん、みんな休憩してるわけですよ、うん。片っ端から声かけたら、まあね、多分10台も声かけると、絶対捕まるわけ。一人ぐらい乗せてる。めちゃくちゃ効率的ですよ。5分で。だから、いわゆる、どこそこのサービスエリアまで乗せてくれって言うだけでいいわけ。ね、そこも言う、だからそこは電車賃使っていくわけよ。うんうん、別に都内の電車賃なんて大したことないじゃない。あ、いや違う違う。サービスエリアで、その声かけるときは、うん、なんだろう、目的地。あ、次のね。そうそう、乗るんじゃなくても、サービスエリアの、目的地の近くのサービスエリアまででいいわけでしょ。うん、それもそうだし、うん、例えば東京から大阪に行きたかったら、うん、東京から大阪まで行くのを探すのやっぱ30分とかかかっちゃうんだけど、うん、別に静岡まで行くやつを捕まえて、御殿場までの捕まえたり、うん、でそしたらそこでまた降ろしてもらって、うん、そしたら次の僕だからホッピングして10台とかで大阪行ったりとかしましたね。はあ、じゃあこんな簡単じゃないですか、うんうん、それもまあ言っちゃえばお金に執着し、というかお金を使わない旅行の方法というふうに言えばいいの？そう、お金を使わない旅行の方法って実はできて、うん、ほら、田舎に泊まろうって番組あるじゃないですか、うん。あれ意外と田舎の人って泊めてくれたりとかするんですよ。まあ、あれは有名人だから泊まってるとかって、うん、思ってるかもしれないけど、うん、僕はそんなことないと思う。案外泊めてくれると思う。ヒッチハイカーも僕乗せたこともあります、ヒッチハイカー。自分がやってたから。まあね、乗せるよね。全然乗せますね。全然乗せるし、だから、そういうのもあるし、例えば野菜とかって余ってたりとかするわけですよ、うん、いろんなところに、うん、スーパーとかも期限切れ直前の食い物とかってあれ全部廃棄しちゃってるわけ、うん、それをだから集めてその恵まれない人たちにこう送るような NGO とかあったりとかするわけですよ。結局そういうなんちょっとした工夫とか対人コミュニケーションが嫌な人が使う最後の武器がお金なわけでしょ。そう言っちゃえばそので、それをね、うん、僕らの頃はさ、僕らが若かった頃っていうのは、その SNS とかなかったわけですよ。うん、今は Facebook とか、友達とどんどん繋がれるし、うん、繋がってそういうグループ入っていくじゃないですか。そしたら、僕なんか Facebook で、イベントが毎日、いろんなイベントが企画されてて、ただで飲み食いできそうなイベントいっぱいあるわけ。ちょっと待って、あのね、まだね、アンケート2枚目なんで。はいはいはい。いや、だから、いや、だからそんなに、いらないよ。はい、じゃあまた、こういうふうな話がまた次にあると思いますので、次。